はい、今日は1週間前ぐらいに、まあ2週間前、3週間ぐらい前なんですけど、結構前なんですけど、まあ缶コーヒーの模型についてきたランボルギーニのプルバック化を開封したいと思います。3つですね、とりあえず3つ買っております。初期に一番最初に買ったのこれ、まあ家に帰ったら置いてあったんですよ、ここにこうやって、まあなんだろうと思ったら缶コーヒーの負けて、まあランボルギーニのこれ何ディアリ、わかんないですよね。で2番目に買ったのがこれなんですよ。で一番最後に買ったやつはこちらです。あ、やべ。じゃあまず最初に、じゃあこの3つの中からこっちを一番最初の、まあ、買った順から開けます。はい、と、まあ、カタログが入っておりますね。まあ、ランボルギーニレベントとか、まあ、あるんですよ。アベン、あ、こいつ欲しいですね。あ、いろいろあったんだ。ただもうネタしかないんですよ。なので、まあ、残念ですね。まあ、家の近くにはセブンイレブンとサークルケーファミマが近くにあるんで、いろんなとこで買うことができますが、まず1個目がこの車です。結構ちっちゃいですね、リアルなんですよね。はい、すごい早い。これ開封したばっかなんですが、結構ちっこいんで早い感じがします。はい、じゃあ続いてはこちらですね。赤いやつなんだっけ、名前がわかんないんですけど、まあ、わかる方コメントくださいね。まあ、見ればわかる話なんですが、読み方がわからないんで、どうぞコメント期待しております。はい、こちらは赤いやつなんです。かっこいいっちゃかっこいいですね。はい、後ろは、まあ、僕はこっちの方が気に入ってますけど、こっちレトロな感じがしていい車です。こちらも同じく速いです。うおぉ、じゃ最後のこちらガヤルドね。ガヤルドだけは名前知っています。唯一この中にガヤルドしかいません。黒、あ、これかっこいいですね。ガヤルドが一番かっこいいかね。はい、ガヤルドは非常にかっこいい、ツヤツヤしてる黒なのでかっこいいと思います。どれも早いです。あ、でもやっぱこれですよね、やっぱ。はい、それであります。